無責任で大丈夫だ、めっちゃ怖いの。いやーダメ、それは。これね、ちょっとガミらないようにいろいろ買い足していこうかなと思ったんですけど、はい、もうガミいいや、これガミでもいいやっていう感じで買います、じゃないと投資額がすごくでかくなっちゃうんで、はい、ある程度投資額同じぐらいでいきたいっていうところで言うと、ガミもありぐらいな感じで散らしました。はい、白石さん、4がね、4が抜群のスタート決めたらあるよ、一発。今日は角からいつもは飛ぶんだけど、ここはあるかも。4対2のスタイル、第3レース予選競争、1番、2番、さあ、4がいった。あー、でも伸びないか、伸び、でもここから無理やりいく。あ、いけない、いけないってなったら硬いぞ、これ。まくり出しての3、1か。3、1はやめてくれ。これはお安い。これはお安いんです。6ならまだつくかな。僕、ちょっとね、500円にしてるってとこがあれなんですけど。まくり出したら、おーおー、攻める三六もあるの、361でできたか。361になったら俺外しますね。これやってないよ。いやー、2番手3番手の間隔が2停止半ほど。これはね、怖い、これは怖いよ。あー、大丈夫か。このさ、持ってない人のさ、この無責任が大丈夫だ、めっちゃ怖いの。俺も やるけど、あえてショーとかによくやるんだけど、言われれば言われるほど不安になるのよ。あー、危ない。いやー、ダメ、それはやばいって。どっちだ、それはやってないのよ。道中抜かれはやってないの。もう3、1でできると思ってたから。ただ伸びが弱いから、6はまだ内側でくるっと。いや、握られたら弱い。いや、長谷川さん、長谷川さん、落とすの早いって、落とすの早い。やられちゃうよ。でも5になったら当たるんですよ、次は。無理でしょ、もう。わかんないじゃないですか。無理だよ。ないでもないですよ、絶対。どうなんとかなりますって。この抜かれ方やってないのよ。なんとかないですって。ほら、後ろめっちゃ見てる。まくり差しで道中抜かれはね、ほら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 、ワンチャンス。あー、惜しい。内側からはあんま抜かれないの、外なのよ。いやー、つらい。いいんだよ。500円しかないとこだけど、いっかって思ってたとこからのこの地獄。以上は長崎第3レースでした。もうさ、分かっててもできないんだよね、多分ね、長谷川さんね。あの、外来られたらやられちゃうって思ってても対抗できないんだよね。361は、つくの？そんなつかないでしょ。つきますよ、でも。え、つくの？あー、ついてる。8500円です。つきますよね。